さあ、それでは演習課題問題の解説に入っていきましょう。早速問題を見てみましょう。それでは第7問からですね。はい、ご覧ください。第7問です。鉄に気硫酸を加え、発生した水素を水蒸気管で補充した。水蒸気管で補充したってことは、ちょっともしかしたらね、水蒸気も混ざってる可能性がある。補充した気体の温度、圧力、体積を測定したところ、それぞれ T ケルビン、P アトム。これ気をつけてね。これ全圧ってことだからね。P アトム、V リットルであった。発生した水素の質量、カッコグラムを表す式として最も適当なものを以下の選択肢から選びなさい。ただし、T ケルビンにおける水蒸気圧は PW アトムであるものとする。今回はアトム使ってるね。だから気体定数 R の単位も、リットルドットアトムパーキロビンドットモルなんていう風な感じになってると思う。OK。さあ、じゃあこの問題を解いていこう。一個ずつ整理していくぞ。まずは、こっから考えてみよっか。ここに書いていくよ。はい。まずは、じゃあ四角7番。はい。まずは、水素の分圧から出そう。水素の分圧を出すためには、全圧から水を引いてあげれば良さそうだ。そうすると、今回全圧は P。そして、水の分圧は、水蒸気の分圧は PW と表されるので、P-PW アトムとでも表してあげることができそうだ。もちろん水素は分子量が2であることから、最後はこれに入れてしまおうか。いくよ。これに入れちゃおうぜ。 PV イコール NRT、 そしてN イコール分子量 M 分の質量 W より、この式は PV イコール M 分の WRT。 今僕たちが求めたいのは W だから、 W イコール M 倍して RT で割る。つまりRT 分の MPV というふうになるんだろうね。ここまで OK か？あとは入れるぞ。R と T はそのまま使っていいんだよな。じゃあ R と T そのまま使う。M は2だ。大丈夫だよね。水素の分子量だ。M は2だ。そして、水素の分圧は P-PW。 じゃあここに P-PW、 そして V、 つまり RT 分の2括弧 P 括弧 PW 括弧閉じる V、 これを選択肢の中から探してあげればいい。どれだ？これだ。ってことで答えは2番になる。大丈夫かな？これ、自分でこうやってサク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 って書けるかな？ OK。じゃあ、次行きましょう。8番。これもなんかさっきやったよな。ネオンとアルゴンの分子量をそれぞれ20、40として以下の問いに答えるぞ。ネオンとアルゴンの混合気体がある。この気体の密度は標準状態で 1.34g/L であった。この気体中のネオンとアルゴンの物質量比。これはこれで解けるんじゃないかな。やってみるよ。8番。まずは、分子量 M を出そう。見かけの分子量 M を出す。そのためには、この情報が必要。OK。つまり、1リットル。リットルで 1.34g、 1リットルで 1.34g、 標準状態って言ってるから
22.4 リットルだったら何グラムかな。で、計算してあげることができそう。これ X じゃなくて M って置いとくよ。そうすると M イコール 22.4×1.34。 22.4×1.34 は 30.0。 ジャスト30で計算しとくよ。つまりこの気体の見かけの分子量は30だ。 OK。 あとはこれに入れりゃいいんでしょ。いきます。ネオンの、存在する割合、存在比を X とする。アルゴンは足して1になるようにするから 1-X と表せる。 OK。 そうするとどんな式になるかっていうと、見かけの分子量が全体で30になればいい。そのためにはネオン分子量 20×X と足し算することのアルゴン分子量40が1-X。 これを解いてあげれば良さそうだね。そうすると 20X-40X イコール40だから、40移行させると -10 だね。つまり 20X イコール10となるから、 X イコール 0.5。つまりネオンの存在比は 0.5、 アルゴンの存在比は 1-X だからやっぱり 0.5。 つまりネオンとアルゴンは 0.5 対 0.5、 つまり1対1で存在すると言うてあげることができるだろう。いいかな。そうすると答えは1対1と書いてある3番にしましょう。さあ次いくぞ。第9問。地表の高さ25キロにある大気の温度、圧力、密度を測定したところ、それぞれマイナス53度、ケルビン出しておくぞ。273-53してあげればいいのかな。220ケルビン。 OK。 そして 2.5×10 のマイナス2乗アトムだから、後ろで使う気体定数は 0.082 になってるはずだよ。意外。 4.0×10 のマイナス2乗グラム毎リットルだったこの大気の見かけの分子量、いいね。そうすると9番、これもそんなに難しくないな。サクサクっといこうぜ。そうすると、いくよ。PV イコール NRT。 そして N の部分、もういいよね。一気にいくぞ。PV イコール M分の WRT。M について、今回は M、分子量出したいから M について解いてあげると、M イコール PV 分のWRT。 そして密度 D っていうのは V に1 W のところに D、 密度を入れてあげればいいんだよね。1リットルあたりの質量だもんね。そうするとこの式は M イコールP 分の DRT となる。あとはここに数値をぶち込んでいこう。ぶち込むよ。圧力は 2.5×10 のマイナス2乗。密度は 4.0×10 のマイナス2乗。
R は 0.082、 そしてケルビンは 220。 OK、 この10のマイナス2乗がお互いに消えて、あとは計算してあげればよろしい。 4×0.082×220 割り算することの 2.5 は 28.864、 ニアリーイコール29でよろしいかな。ってことは29って書いてある選択肢を探せ。答えは4番になるね。 OK、 大丈夫かな。ポンポンポンとテンポよく3問解いていきました。さあ次です。問い10番に入りましょう。問い10番、ちょっとこれポキッと置くね。問い10番、H イコール1、C イコール12、O イコール16とする。酸素 Xg が入った 11.2 リットルの密閉容器にメタノール 3.2g を注入し、その全量を完全燃焼させた後、容器を0度。0度っていうのは、273Kってことだね。に保った。後の問いに答えなさい。A、この燃焼で消費された酸素の質量は mg であった。m として最も適当な数値を選びなさい。いくよ。そうすると、まずね、いくで。この化学反応式を完成させよっか。メタノールは CH3OH。そして酸素で燃焼させて CO2 たす H2O。 有機化学勉強してくると思うから先にポイントを言うね。メタン、エタン、プロパンっていうやつは、まあ炭化水素って言われるよね。アルカンはここが奇数だった場合は、ごめんね、炭素数が奇数だった場合はここも係数1になるんですね。逆に炭素数が偶数だった場合はここも偶数2が来るんです。これアルコールになると逆になります。炭素数が奇数だった場合にはここに2、炭素数が偶数だった場合はここが1となるんです。なんでか後で自分で証明してごらん。そうすると、まあこれ炭素数奇数ですから、ここには2が来るんでしょう。やってみようか。2CO2。そして H は4つあるから4つの2倍で8つ。ってことでここには4が来る。そして炭素の数は、失礼、酸素の数は、これで 4O。2O2 だね。ここで 4O2。でもここで O2 あるから、ここは3が来る。2324という風になる。いいかな。反応前、反応、そして反応後を書いていくよ。 OK、 今回はメタノールを完全燃焼させたんだね。ちなみにメタノールの化学式は CH3OH、 12たす4で16、16たす16で M イコール32。もちろん 3.2g は 0.1 モルに相当する。 OK、 そうするとメタノールは 0.1 モルはじめありました。酸素は X g あったようです。わからないのでこのままポコンと置いておきます。で0、0、そしてこれを全量完全燃焼、つまりマイナス 0.1 モル。その時ここは mg って書いてありました。一応ここも xg と書いておきますか。はい、単位グラムですからね、おかしいんですけども、でもこの mg はこことここ2対3の関係で何モルかはわかるはずです。
ちょっとこの5、あともうちょっと下に書いておきましょう。そうすると、ここ 0.1 対ここは 0.15 モルになるはずですから、マイナスね。わかりにくい。合同のマークになっちゃった。イコール、マイナス 0.15 モルのはずですから、M の値はすぐに出てきそうです。ちょっと途中なんですけども、1モル対32グラムは 0.15 モル対酸素の分子量って O イコール16だから O232 だよね。対 X、M にしときましょうか。M グラム。ゆえに M イコール 32×0.15。32×0.15 は 4.8。ってことで答えは 4.8g。 M に入る値は 4.8。 2番が来るんではないでしょうか。 OK。 この表を続けて書いていくよ。この表を続けて書いていくよ。ここが 0.-0.15 モル、まあ M で置いておきましょう。そうするとここはそれぞれ何モルずつになるかっていうと、こいつはプラス 0.1 モル、こいつはプラス 0.2 モル。そうするとちょっとこれ間飛ばしてくださいね。反応後はどうなるかっていうと、メタンは0、そして酸素はいきなり言っていいかい、 X-Mg、 それを分子量32で割ってあげればモルが出てくるはずだよね。 X-M 分の32、単位はモル。 OK。 そしてここは 0.1 モル、 0.2 モル、こんな風になります。 OK。 ではこれを踏まえて次の問題では、燃焼後の容器内の気体の圧力、アトムを表すものとして最も適当なものを選びなさい。ただし水のゼロ度における飽和水蒸気圧は十分低く無視できる。やった、水は無視、今回は無視していいんだって。そうするといいよ、気体全体は全部で何モルになるかっていうと、 0.1 たす32分の X-M モルになるんだろうね。 OK。 そうするとこの問題はなんて書いてあるんだ、気体全体の圧力を求めてくれっていうふうに言ってる。ちょっとこっちに計算してみようか。圧力を求めてほしいって言ってるから、 PV イコール NRT、 これを P について解いてみる。 V 分の NRT。 そしてこの問題は何て書いてあるんだろうな。特に問題ないかな。じゃあやってみるよ。そうするといくね。V はいくつでしたっけ、11.2 リットルって書いてありました。ここに書いてありました。 11.2 分の N はちょっとでっかいですね。赤で目立ちやすく書いておきます。目立ちやすく書いておきますね。 0.1 たす32分の X-M モルです。かけるR が 0.082、 そして温度が 273K。 OK、 ゼロ度だもんね。 OK。 でね、ちょっとここでマジックするよ。実は僕はここの値はすぐにいくつかわかるんです。なんでかっていうとね、
僕たちは標準状態ってどういう状態のことを考えてるかって知ってます？標準状態っていうのはね、よく問題で標準状態って書いてありますけども、標準状態って気体が0度の時のことを言ってるんですね。はい、標準状態って言われた時、僕たちは1モルの気体は 22.4 リットルだって言ってあげることができるじゃないですか。そう、実はそこから 0.082 って数字が生まれてきてるんですよ。 OK、 実際にこの 0.082 と273を掛け算したら 22.4 に近い数字が出てくるんです。解くとご覧あれ、 0.082 掛け算することの273は 22.386、 ほぼ 22.4 でいいよね。ってことはこれとこれ約分可能、21だ。つまりこれこういう式になる、2×0.1+32xM と。 OK、 じゃあこれ答えにすればいいじゃん。 OK、 さあこれが答えになっているのはどれかと申しますと、答えは6番になるんではないでしょうか。 OK、標準状態というのは0度の気体を考えて、いる。そこから、気体の、1モルの体積 22.4 リットルというものが生まれた。実はそんなからくりを知っていると、これ計算しなくても 22.4 ってわかるんですね。 OK、 さあ11番いきましょう。11番、図1は物質 A から C の飽和水蒸気圧と温度の関係を示したものである。誤りを含むものをチョイスしてください。やってみましょう。いきます。1番、外圧が 1.0 アトムの時 C の沸点が最も高い。外圧が 1.0 アトムの時 C が最も沸点が高い。正しいよね。2番、40度では C の飽和蒸気圧が最も低い。40度の時は確かに C が最も低い。次、外圧が 0.2 アトムの時の B の沸点、青でチェックしてみるよ。外圧が 0.2 アトムで B の沸点は20度だね。そして外圧が 1.0 アトムの時の A の沸点を見てみると、外圧が 1.0 アトムの時の A の沸点20よりは大きい。ということは B の方が小さいから、これも正しいね。4、20度の密閉容器にあらかじめ 0.05 アトムの窒素が入っているとき、その中での B の飽和蒸気圧は 0.15 アトムである。これな、どういうことなんだろうな。見てみるよ。20度の B を見てみる。20度の B、0.2 って書いてある。だからね、その 0.2 から 0.05 を引いて 0.15 って言いたいんだろうけど、4番は明らかな間違いだ。なんでかっていうと、飽和蒸気圧は温度のみに依存するんでしょ。圧力やその他の気体は関係ないんだよね。だから4番が大きな誤りであるから、答えは4番になるんだろうけど、一応最後まで5番まで見ていく。80度における C の飽和蒸気圧、80度における C の飽和蒸気圧 0.4 かな、は20度における A の飽和水蒸気圧。20度における A は 0.6 だね。低いね。5番正しいね。ってことで、明らかな誤りは4番。答えは4番になりました。では、気体
題、最終問題に入っていきましょう。最終問題、 0.32g のメタン、メタンの化学式は CH4、 分子量は16ですから、 0.32g のメタンっていうのは 0.02 モル。次、 0.20g のアルゴン、アルゴンっていうのは分子量40だから、こいつは 0.005 モルとなるのかな。 OK、 ちょっとこれ 0.02 じゃなくて 0.020 とか貸してね。次、 0.28g の窒素、窒素の分子量 N2 は28ですから、こいつは 0.010 モルとなるんでしょう。この3つからなる混合気体がある。混合気体の 500K における窒素の分圧は 1.0 アトムである。ちょっと待って、僕たちこんなこと知ってるじゃん。ここに書いておくよ。分圧比はモル比なんでしょ。いいかい、 N2CH4 アルゴン AR、 モルは 0.02、 うっそー、窒素は 0.01 だよね。 0.010 モル、 0.020 モル、 0.005 モル、それぞれこんな感じだったんだよね。で、 N2 の分圧比だけ分かってるんだよね。 N2 の分圧は 1.0 アトム。じゃあ CH4 は 2.0 アトム、アルゴンは 0.5 アトムになりそうだよね。1:2:0.5 の関係だもんね。1:2:0.5 の関係だもんね。そうすると、あれ、いろいろ見えてくるぞ。全体は 0.035 モル、全体は 3.5ATM。 OK、 なんだこれ、使ったらなんかいろんなのが出てきそうだぞ。じゃあ A からいこうか。 A、 500K における混合気体の体積、いいよね、ここら辺に書いていいかい。 PV イコール NRT、 出したいのは V、 つまり P 分の NRT、 これを計算してあげればいい。体積、失礼、圧力、まあ混合気体全部やってみましょうか。もちろん 3.5、 単位は ATM、 アトム。 N は 0.035 モル、気体定数はアトムだから 0.082。 そして忘れちゃいけない温度は 500K。 優しいね、ケルビンで置いてくれてる。これを計算してあげれば気体全体の体積が出てくる。 0.035 掛け算することの 0.082、 そして掛け算することの500、割り算することの 3.5 は 0.41、 単位はリットル。ってことで1番の答え、A の答えは 0.41 の2番となることでしょう。最後、 500K における混合気体の全圧知ってる、 3.5、 4番というふうになるんだろうね。 OK、 はい、期待、結構量たくさんありましたね。お疲れ様でした。自分の持ってる問題集、なるべく簡単なやつからね、俺だったらこういうテキストからって前には話したことあると思うけど、ボキボキ問題を解いておいてください。ぜひ7月の15日の、22かな、忘れちゃったけど、7月にある東進の有名大難関大には間に合わせられるようにするからね。頑張って、お主も勉強やってけよ。今日はここまで、ありがとうございました。